お待たせいたしました。どうも皆さん、こんにちは、キヨキヨです。今日はキヨキヨのサブアカやっていくんですけども、これ4000いくまで終わりませんよ。今現在進行中なんでございます。で、私が使ってるデッキはこちらでございます。今欲しいのはトルネザップ、フリーズの呪文のレベルの底上げをしたい。割とね、Q は結構強いんですよ。ただこのね、やっぱな、呪文軍団が弱いとなんかさ、迫力がないというか、やっぱフリーズとかだとフリーズする時間も減るし、ザップとかだとやっぱよりダメージが変わってくるわけよ。ということで今日はこちらの魔法の宝箱見ていきたいと思います。ありがとうございます、神様、ありがとうございます。いや、あのね、魔法の宝箱はなんで出たかっていうと、前の動画で出てですね、これまだ引いてませんでした。なんかその動画の終わりに動画で引くわみたいな、やっぱやったんで動画で引きたいと思います。見てみてください。私は当てるポチン、頼むよー。安倍総理頼む。バーバリアンね。まあバーバリアン。ダイ、ヤリゴブリン。ヤリゴブリンレベル9だから使えるね。ダイメガゴー、でもレベル8。レベル8いらねえな、ちょっとぶっちゃけレベル9からやっぱさ、土台になるじゃん。やっぱレベルだってメガゴー入れるんだったらインフェルノドラゴン入れた方がよくねみたいになるんで。あと3枚しかありません。なんでやねん。一番いらない。ウルトラレアくんじゃね。マジでスーパーレアでしょ。スーパーレアからの次ウルトラレア、ちょ、正座します正座します正座します。ウルトラレア来るぞこれ。はい、なんでなんですか、ミラーめちゃめちゃいらないじゃん。めちゃめちゃいらないじゃんこれ。最後ウルトラレア、いや、違う、ウルトラじゃない、スーパーレア。最後スーパーレアだったら、まあギリ許すけど。いきます。まあザップでもいいよ。はい、バン。ゴミ箱やないかい。ゴミ箱やないかい。もう何も来なかったじゃん。最後ウルトラレア来んのかと思ったら、スーパーレア、スーパーレアって来たら最後ウルトラレアだってするじゃないですか。堪忍してください。あ、ラムライダー持ってんじゃん僕。でもラムライダーデッキをいきなり組めって言われても難しいと思いますよ。ということで、仕方なくこちらの、まあ、仕方なくじゃないね。私がやっぱそのラバーバルーンで、やっぱその、前はレジェンド、旧レジェンドの3800行ったんで、やっぱ4000行かなくちゃいけないっていうところであるんでね。行きたいと思います。ポチン。やっぱね、勝てなか、その何、その、レベル11じゃん。よろしく。なんかね、最近思ってきたのが、なんかもうレベル11とか12が4000にいんのね。っていうのはさ、なんかもうみんな、その3年とかやってきて、カードレベルが上がってきて、上がってきてるからゆえの、もう、4000とかが辛くなるっていう。なるほど。なるほど。これなるほど。これなるほどっすね、これは。これは美味しい、これ美味しい。 OK、 いいね。ごめんなさい、僕結構真面目にいきます。だってエリクサーないと思うんで、もういっちゃう。結構ぶち込むよ。アウツルー、アウツルーのターゲットは、アウツローのターゲットはラバハウンドへ、ラバハウンドへ思いを乗せて。待って、インフェロインスタ、今もう完全にメリークリスマス、ってなったけど、ヤギみたいになったけど僕今、あなたはいきなり落としたんだけど、やばない、どうした、どうした、はいはい、マジそんなことある、マジで。だから相手ね、だからバルキリーがもうヤンチーなんだよ。いきなりさ、バルキリースケーラをさ、ラバハウンドの逆戦にしたらそりゃそうなんよね。だからレベルが高い分さ、結構暴力的な攻めが多いんですよ。これスケラ来んの、まさか。ほんまでっか TV。 ちょ、待って、レイジって、これまたバルーン飛べられなくなりますよ。奥さんいいんですか、奥さんいいんですか。しかもインフェルノドラゴン残っちゃってますけど、奥さん、いきますよ、はい、いきますよ。この辺に置く。真ん中ら辺に置いて、フリーズ準備、こちら救急、こちら救急、オートどうぞ。フリーズ準備入る、ほんでいきます。3、ここ
対岸にせよ。なんでよっしゃっていう場面でゴホンゴホンってしてんの。一番今いいところでゴホンゴンしてよ。あれまさか、もしかして最多トロフィースです。キョウキョウ選手が最多トロフィースです。波に乗っていきましょう。レッツラゴー、いきます。あ、なんか僕さ、今待ち時間12秒って出たの何。さあ来ました、クラウンロワイヤル。敵のタワー、キングタワーレベルは11でございます。よろしく。許容範囲が大事。許容範囲、よし、よろしく、いきます。見てアホグライダー、もう捨て、ああ捨てた方が良かったな今。こうしよう。でもいいんじゃない、このバーバリアンが強い。昔バーバリアンというものがおった。よろしく。ねえ、バーバリアン強いね。ホグにもやっぱ強いし、やっぱロリババイズゴッドみたいな感じになってるね。でも相手も単純守れないでしょ。ふっ、はい、一直線バルーンを出し、いつでもどうぞ。アイアムフリーズマン。はい、ステーキュー。これいったんじゃない。なんでやねん。ここ、いやー、もうセンキューベルマッチョだよこれ。もうセンキューベルマッチョ、もう神に感謝、神に感謝、神に感謝、帰還者。調子悪いけど、調子悪いもん、喉の調子が。だ、相手の攻撃メインウェポンはホグライダーということしか分かっていない。だから僕はホグライダーを切って、その瞬間僕はスケルトン部隊でここを守る必要はない。よって僕はラムハウンドの後ろにこのバルーンをつける。で、バルーンをつけたその途端、相手はウィザードをこの辺に出し、相手はテスラじゃなくて、その次にウィザードを出したい。出したいから僕はフリーズ固める。いや、フリーズ、いや、フリーズなんていらない。はい。オッケー、あ、おいしい、おいしい、おいしい。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あー、ザップはいらない。このザップはいらない。このザップはいらない。ちょっと読む。やっちゃう。ホグ読みしちゃう、ホグ読み。いや、いらないな。やめよう。そういうの無駄なことやめよう。ホグ読み。いや、いらない。まあ、でもちょっと、もったいないけど、もったいないの分かってるんですけど、僕もやっぱ男だからやっぱやっちゃうみたいなとこあるよね。さあ、これは、キング、この起動してるタイミングでもやっちゃいますよと。はい。ここでエアバルーン出すよ。でもやっぱ僕も、わかんのやっぱ。人生経験やっぱあるからさ。人生経験ある人っていうのはやっぱりここで確実にこういうことをしてくるんだよ。はい。なんで？やばいじゃん。普通に負けそうじゃん。ちょ、ポイズン出してくるし、この人。あーいな気持ちでポイズン出すんじゃない、やめた！ワンチャンさ。ワンチャンない。ワンチャンさ。いやーでも、風出しバルーンして、なんでやねん。うまこのインドラとこのロリバーの位置、うまこれ確実に。フリーズ準備。ここ。待って、最多だぞ。待って、いくつくんの取ろう。30来たぞ。まあ普通か。やっべ、3970いっちゃった。今クラウンドやろう。もうウルトラレイコロなんだ。やばくない？やばい、最多トロフィー引きました。私実は、はい、私ですね、4000でレジェンドアリーナというところなので、あと、90。あと、多分ね、1勝してさ、プラス27みたいな試合がまだ言うてあるんで、僕ね。で、毎回30もらえるわけじゃないんですよ。27とか31とかがあるんで、あと4回連続勝てば、
レジェンドに行けるというですね、試合でございます。無課金レジェンドと、ですね、4000がね、マックスになったということでね、そこから始まった、再始動企画でございますけれども、無課金レジェンドとこれからも頑張っていきたいと思いますんで、ラバ使いの方、フリーズ使いの方、ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。今は朝の5時8分に撮っております。私はこの動画を、撮ってから寝ます。ありがとうございました。ということで、今ですね、プレゼント企画中でございますので、まだ応募されてない方は、ぜひともこちらから応募お待ちしております。まだチャンネル登録お済みでない方は、こちらをポチ。ということで、合唱！あら、